皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は石鹸で落とせるオーガニックブランドアクアアクアを使ったフルメイクをやっていきたいと思います。石鹸で落ちるコスメを求めていらっしゃる方だったり、まあ自分は使わないけど石鹸で落ちるコスメってどうなのって気になってる方にも見ていただきたいですし、メイクのテイストとしてはナチュラル系とか素肌系が好きな方にはおすすめかなというふうに思ってます。それでは早速いきましょう。私一番最初にアクアアクアを使ったのがナチュラルローソンでね、トライアルセットというのが売ってまして、これ中身取っちゃったんですけれども、ミニサイズの下地とフェイスパウダーと一番手前にあるのが、バームですね。こちらで入っていた下地はどっちかっていうと肌色に馴染むようなベージュカラーで、後から私が買い足したこちらの、CC ベース UV というのがどちらかというとピンク系のカラーになります。で、今回このピンク系のものを使っていきたいんですけれども、ナチュラルな補正力なら上のモイストベース、トーンアップと血色感アップなら下の CC ベースがおすすめです。結構ね、ちゃんと振って出した方がいいです。本当にね、サラーっとしてます。香りはちょっとフルーティーな感じです。素肌のそのアラというのかな、そういうものがそこまでね隠れるっていう感じではねないんですけれども、トーンアップしてくれたりとか、乾燥とかが気になる方とかはすごくいいんじゃないかなと思います。すごくもっちりとした印象です。でしたら、トライアルセットにはまあこのベージュの下地とフェイスパウダーがまあベースとしてついていたんですね。でこの組み合わせでやると、やっぱフェイスパウダーカラーついてるんですけれども、ほとんどカバーという感じではなくなってしまうので、私はコンシーラーを買い足しました。カバー力が強いわけではないんですけれども、ナチュラルですごくね伸びがいいんですよ。ピンポイントなトラブルカバーよりも広範囲に伸ばすのに向いているコンシーラーという印象でした。こちらをほぼファンデーション代わりにしていきたいと思います。お顔の中心にこんな感じでギザギザギザーっとつけてるゾーンはこの三角のゾーンですね。ここにつけていきます。こんな感じで指でもね十分伸ばせるぐらいテクスチャーはかなり柔らかいです。こんな感じでちょっとずつ横スライドさせながらトトトトトンって伸ばしていく感じ。こうするとどうですか、肌の赤みがちょっとこっちの方がまだ赤みが出てますが、こちらの方がナチュラルにカバーされてると思います。で、クマ、ここのライン気になりますよね。ここのラインにはここの境目のところにちょっとちょん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 とつけて、で同じくこんな感じで軽くこの目の周りをね叩いて明るくするようにしていきます。こんな感じで比べてみるとナチュラルにカバーはされているのですが、やっぱり素肌は若干透けているような感じです。額の中心の部分になんかちょっと草が生えたみたいな中心にのせてこう伸ばしていく感じですかね。この部分にも、まぶたの部分にものせて、そしたら軽くなじませていきます。だいたい各パーツの中心に置いたものを薄く伸ばしていくようなイメージです。私はちょっと顎下のところに若干ニキビができそうなのとかがあるので、刺激を与えたくないところはこのように指先に取ってポンポンポンと上からなじませていきます。素肌っぽくね、こうちょっとお肌が整ったような印象です。はい、でしたら最後はこちらの、ミニサイズのフェイスパウダーを使っていきます。ちょっとお肌の印象が変わってきます。マシュマロ肌っぽくちょっとマットになるので、こんな感じで中心だけつけるとこのような差があります。ツヤ感を残したいという方は、ブラシでつけてあげたり少量つけてあげるのがおすすめなんですけれども、まあ、結構ベース薄付きでちょっとみずみずしい感じなので、今こんな感じでパウダーでねカバーしてもちょっと時間が経つとツヤ感ね浮き出てきます。はい、でベースメイクはこんな感じで仕上がったんですけれども、やっぱり印象としては素肌感ですね。本当にメイクしているっていう、お肌がちょっと窮屈な感じがないところがすごくいいところだなと思います。まあ、でもカバー力を求める方にはちょっと物足りないかもしれないですが、お肌を休めたい時にはぴったりです。そしたら、先に眉毛を仕上げていきます。ついてたのは01番のダークベージュというカラーで、このような感じでちょっとグレーっぽく毛の色と同じようなねカラーだと感じました。なので、塗りつぶしてしまうと結構ドカンとね印象が出てしまうので、一本一本描き足していきます。でこんな感じで眉毛を自然に描き足しました。まあ、でもこれだとやっぱりちょっと髪色にね馴染んでない感じがするので、このアイシャドウのカラーがございます。このカラーのち
ブラウンの方を眉尻の方にのせていきたいと思います。ほんのちょっとだけのせていきます。まあ、明るくすることはちょっと難しいんですけれども、こんな感じでちょっと眉尻の方にブラウンを入れてあげるだけで締まりますし、こう髪色とちょっと統一感が出てきます。でかつ、こちらの明るい方のパウダーを若干眉頭の毛にこうラメをね絡ませるような感じ、ベージュカラーを絡ませるような感じでちょっとのせてあげると抜け感が出てるのがわかるかと思います。でしたらね、アイメイクに行きたいと思います。今使った通りこちらのアイシャドウを使っていきます。まずは明るい方のカラーをこちらのチップに取ります。上下まぶたを明るくしていきます。でしっかりと際から上に、このアイシャドウは発色もしっかりしているのにちゃんとね石鹸で落ちたことにものすごく感動しました。はい、でしたらこちらのブラウンのカラーも指にとってシンプルにのせていきます。こんな感じで指のひらにとって中心から上に向かって伸ばしていってちょっと丸くなるように、でちょっとアイホールのところを指でぼかす感じでのせていくと結構ねしっかりめにのります。私はさらにアイシャドウの印象が欲しかったのとちょっと立体感が欲しかったので目の際の部分にのせたらちょっと目尻の方にくるくるくると色をなじませていきます。目尻側に立体感が出ました。そうしたらお好みで下目尻3分の1にもブラウンカラーを塗布していきます。そしてリキッドアイライナーで細くアイラインを引いていきます。こちらはですね、日中もにじむことなくオフの時もねスルンと落ちてくれたので本当に感動的でしたよ。そしたら、ビューラーマスカラに行きたいと思います。はい、でちゃちゃっとねまつげを上げたらこちらのマスカラが結構感動的だった。ナチュラルで綺麗なロングまつげを作ってくれるんですけれども、しっかりねお湯でスルンと落ちて、しかもねカールキープ力がねあるのよ。これ感動ですね。アイメイクが完成いたしました。しっかりと石鹸で落ちます。でも下まぶたあんまりメイクしすぎるとちょっと残ってしまうので綿棒で乳液とかで取ってあげるといいと思います。チークとリップと、ハイライトに行きたいと思います。リップがちょっと色をね濃いめというか赤に近いようなリップを選んだので、先にそっちの方がポイントになるかと思いますのでそちらをつけていきます。色付きリップクリームのような感じですね。私はこのオーガニックマルチバームをちょっとリップに塗って保湿してからつけていきます。はい、でこちらのリップなんですけれども、私アクアアクアの中で一番お気に入りです。発色もしっかりしていて何度か重ね塗りすると色持ちも結構いいんですよ。チークを使っていきます。で、今回使うのが02番のカシスシュガーというカラーですね。はい、こちらのチークも結構発色がしっかりとしていました。で、こちらの付属のブラシがあるんですけれども、ちょっと塗りにくいというか綺麗に塗るにはやっぱり大きいブラシがいいのかなと思うので今回は大きいブラシで塗っていきます。今回シェーディングとかないのでやっぱりこうのぺっとなってしまいがちですよね。なので、チークはまあちょっと取ってポンポポンと鳴らしてあげて、耳前あたりから斜めにちょっとお顔の内側に入るような感じで入れていきます。こうするとお顔の引き締め効果もありながらちょっとね全体にふわっと血色感が出るので、本当に耳の幅ぐらいからこのようにちょっと内側にはけていくような感じで、ちょっとここら辺ぼかします。はい、このように入れると、ピンクのチークなんですけれどもちょっとねすっきりと入ります。あと若干の立体感が出るので、はい、でこんな感じです。で最後は、ハイライトですね。こちらのこのベージュのカラーをハイライトにしていきます。さすがにチップだと乗りすぎてしまうのでこういう柔らかいようなブラシで乗せていきます。本当にここについてるかついてないかぐらい本当に優しく取ります。でしたら、ここの C ゾーンにまず乗せていきます。ここの部分にちょんちょんちょんと乗せてあげます。であとは、今回はねノーズシャドウがない、私にとってすごく大事なノーズシャドウがないのでこの鼻の一番高くしたい部分につけます。でこれを上下に伸ばしていきます。であまりね額のところまでこういうアイシャドウ系を塗ってしまうとちょっとラメラメしすぎてしまうのでこんな感じです。で結構ラメ感が気になってしまうという方は先ほどのこのパウダーありますね、こちらをほんの少量だけ取って
ほんの少量だけ取ってもここでなじませて、今ハイライトした上をね若干こう軽く押さえます。ほんと軽くで大丈夫、このぐらい軽く押さえます。でたっぷりのせると塞いじゃうんですけれども、本当に少量のこういう、お粉をねポン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 って優しくのせてあげることによって、ちょっとねザクザクっとしたラメがかなりこう綺麗にナチュラルに肌に馴染んでフィットしてくれるので、そういう部分はすごくおすすめです。はい、でこんな感じで完成でございます。メイク持ちもねそんな崩れることなく、すごく快適に過ごすことができます。ぜひ皆さん気になるアイテムがあったら取り入れてみてくださいね。石鹸で落ちるオーガニックコスメアクアアクアを使ってフルメイクをしてみました。特にベースに関しては本当にナチュラル志向な方に勧めたいですね。でパンツメイクに関しては本当にナチュラル志向な方、ちょっとしっかりメイクしたい方問わず使えるんじゃないかなというような印象でした。皆さんも気になる方はぜひ試してみてください。ということで本日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と動画のシェア、インスタグラムとツイッターもやっているので、ぜひぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次のビデオでお会いしましょう。さよなら。